ポグラデツはアルバニアのポグラデツ県の県と、地域の北東側はオフリド湖に面しており、南側は丘陵地となっている。エルバ山の東南東に約5 0トル、マケドニアのオフリドの南西約2 5トルの位置にあり、7キロメートル東には著名な観光地であり、巡礼地でもあるセナウム修道院がある。古代にはイリュリア人の集落が、 丘陵地にあり、そのふもとにできた町というのが、町の名前の語源であると言われている。かつて、オスマン帝国の支配下ではエスターバ、またはエスティライと呼ばれていた。第二次世界大戦後の社会主義国時代には、共産党指導部の秘書地として有名な場所であり、別荘地区は、一般人の立ち入りは制限されていた。オフリドコ周辺の自然文化遺産として、 ユネスコの世界遺産暫定リストに登録されている。ナチュラル＆カルチュラル u l t u ジオブザオフリドレギオン http://whc.unesco.org スラッシュ en スラッシュ e n t a t i v e l i s t s スラッシュ5626スラッシュ en レールトランスポートインアルバイニアスリーブラジドポグロデッツラインザモーストビューティフルパートオブザルバイニエン レールウェイネットワークはズクローズドフォーパッセンジャートラフィックイン2012ありがとうございます。